します。では続いてスティーラーズの今シーズン初スタメンです。ラファエル・ティモシー進めてました。ヘンドリクソンが行ってます。いいと思いますね。そういうキックなんですね、はい、仕掛けるかけて2勝。吉本匠海します。狭い方ギニア。ナンバーエイト野中翔平。ボールは残ってますが。からサビアのキックです。外から上がってきますが。武田優勝。奥に合わせてよく取った吉本。ベンチュリス奥は戻して一本返した後、ここはちょっと押し返された。しっかりボールはキープしたんですが、でもさすがこのオフロードパス。そうですね、はい、ここから山中外側のポジションでしたね。戻ったアニサベヤーなど使って、さすがボールつなげてアドバンテージを見ています。スティーラーズにアドバンテージ。ボール後ろミスシーン。ボールを取ったサベア。今日は一旦はゲームの回数とはいいディフェンスもあったんですが、ボールは生きてます。ライナース、パトリック・タファー、ここは今村隆。うわー、初めてのサベア、ボール取りました。チャンスだったんですが、ライナーズノックオンのアドバンテージを見ています。ボールピックしてアーディサベア、来た。サベアがこのコース4人できた。もう2人またレインできそう。アーディサベアついてます。松永カンター、こちらにはボールが配られた。逆に中央に戻して、アディサベア、アドバンテージを見ています。もう間もなく後半も半分の時間帯です。8点差にリードを広げたスティーラーズ。ブラックスフェルとアディサベア離して、そこが松永勝った。つながった。サベア、サポートして、ひまさか足で処理して、はい、19番ラバトゥブアが入っている。サベアがベンチに下がっています。46点目。